トです。宙返りをさ高くしたい人はさ、早い宙返りがまずできるといいかもしれないね。っていうのはさ、宙返りの高さを高くしようと思って引き上げの時間をかけて長くするじゃん。そしたらさ、こんな感じでね、回転力が足りなくってむしろ潰れるわみたいになることがあると思うんだけど、これってやっぱり回転力、エネルギーがない状態で高さにステータスを振るとこういう風になってしまうと思うんだよね。だからさ、高さを出したとしても間に合うだけの回転力を持っていればいいわけだから、じゃあそれってどうやって作るのって言ったらさ、早い宙返りになるじゃん。だからさ、低いところでもいいから早い宙返りができている状態ができていれば、ビョンってさ、上に飛んでヒュッて抱え込むことができるわけだから、その高さと回転力、その着地の余裕っていうのを生み出せるんじゃないかなと思って。だから宙返りを高くする方法って、私もね、そのつま先を使うとか、こうね、胸のさ使い方をうまくするとか散々言ってきたけど、手っ取り早く簡単に言えることっていうのは回転力が速いバク宙をすることなんじゃないかなっていう、そういう話です。じゃあバイバイ。